ちは、シエラです。最近パンツェッタを手作りしたので、今日はその自家製パンツェッタを使って濃厚なカルボナーラを作っていきたいと思います。シンプルなだけに奥深い味のカルボナーラ、お家で作るのにお店のような味を出すコツ満載なので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。今からこの豚バラ肉に塩と、それからいろいろなハーブ類をまぶしていきたいと思います。Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do. Staring into the blue sky and just waiting for a sign.
their age, reading from a torn out page from a book filled with lies. But I don't know what to do. I'm staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some they are certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. しました。いただきます。いただきます。自家製パンセッタはどうかな？どうかな？うん、美味しい。美味しい？旨味がなんか凝縮されてる感じ。うん。あ、いいね。うん。味気ないかなって。ちょっと心配してたんだけど全然そんなことはない、うん、なんか塊のベーコンをふんだんに食べてるような感じで、すごく贅沢な、うん、まあ、ベーコンはベーコンで燻製してあるから香りが良くて美味しいっていうのはあるけど、うん、まあ、パンチェッタだとね結構お肉感が強いから、そうだね、でもただの豚バラ肉ではない、うん、感じ、ちゃんと干したことで熟成されてる感じがする、うん、この風味がまたカルボナーラのクリーミーな感じとすごく合う、うん、よかった。そしてやっぱりこの 2mm だね、 2.2 ミリだっけ、 2.2 ミリ、うん、また買わない、うん、カルボナーラは仕立て胡椒がマストだね、うんうん、ごちそうさまでした。